皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場です。季節は前回の動画の時点からさらに1ヶ月以上進んで7月下旬になりました。山の緑はさらに濃さを増して、もはや盛夏の様相です。この日の天気は晴れ、日中の気温は20度台の前半で過ごしやすい日でした。1ヶ月ほど前には開花の全盛期を誇っていたクローバーの群落では、今や枯れ花が目立つようになってきました。そこに灰色丸花鉢、あるいは偽灰色丸花鉢が盛んに放火しています。しかし王子のようにミツバチの姿を見かけることはありません。その一方で黄斑ゴンソウがすでに開花を始めています。黄斑ゴンソウはこの地域では秋の主要な蜜源植物です。この経営では秋口に採れる蜂蜜に黄斑ゴンソウ蜜の名称を与えているほどです。こうした花の盛衰の進行は異例に早いもので、温暖化が進んでいる近年と比べても今年はさらに2週間ほども早まっているようです。地球温暖化の時代から地球沸騰の時代への流れは、日本の北国の植生やミツバチにも影響を及ぼしているようです。さて今回のテーマの一つは女王蜂の権力闘争についてです。同じ時期に同じ群の中で複数の女王蜂が育ってくると、彼女たちの間で唯一の女王蜂の座をめぐって命がけの熾烈な戦いが繰り広げられることは前回の動画ですでにお話ししました。しかしその構想に働き蜂がどのように関わるかについてはあまりお話ししませんでした。確かに前回、分法を従っている群れでは先に出望した女王蜂による妹たちの王台への攻撃を邪魔するために働き蜂たちがその王台を守ることがあると私は言いました。では出望した女王蜂同士の戦いに働き蜂たちが直接に介入するようなことはないのでしょうか。実は今回の内見の際に一つの群れの中に同時に2頭の女王蜂がいるのを見つけました。それらのうちの1頭はおそらくは交尾飛行をもう終えたのでしょう。すでにお腹が膨らんできていて産卵の準備を整えつつあるかのようです。この女王蜂は給餌器や巣箱の底の方の見つけにくいところにいたために、さらにはまだマーキングしていないことも手伝ってなかなかその姿を発見することができませんでした。もしかしたら別の女王蜂との直接対面を避けるために身を隠していたのかもしれません。もう一頭の女王蜂の発見をめぐるストーリーはさらにドラマチックです。今からそのお話をしましょう。私がまず見つけたのは女王蜂ではありません。そうではなく巣箱の底で10頭程度の働き蜂がダマになっているところでした。その玉を用事でつつくと働き蜂たちがほどけ、中から出てきたものを撮影したのがこの写真です。写真の中で下にいるのは小柄ですがれっきとした女王蜂です。交尾飛行に旅立つ前のスリム化した女王蜂ではないかと思われます。女王蜂は飛行能力を高めるために交尾飛行の前には体格が小さくなるのです。そして上の方に映っているのは働き蜂です。働き蜂は女王蜂に噛みついています。発見した時2頭は共に死んでいました。ただし女王蜂の足はまだ細かく痙攣していましたから、まさに絶命する瞬間であったと思われます。以上から10頭程度の働き蜂たちは一団となってこの小柄な女王蜂を総攻撃し噛みついて殺したのだと思われます。しかし攻撃に参加した1頭の働き蜂は女王蜂の反撃にあって共に命を落としたのでしょう。ここにはすでに産卵に入ろうとしている女王蜂を生かすのか、それともこれから交尾飛行に出かけようとしている女王蜂を生かすのかという二者択一の問題があります。働き蜂たちが取った選択はより確実な産卵が見込める前者の方で、無事に交尾飛行を終えないリスクが残る後者ではありませんでした。しかし事の成り行きを女王蜂同士の決闘の結果に委ねるとリスキーな後者が選択されてしまう可能性が残ります。
そこで王位継承の問題に働き蜂たちが直接に積極的に介入し、不確実性の高い方の選択肢を確実に潰したのでしょう。しかも殺し方も自らが傷つく針で刺すという方法を取らずに、女王蜂を集団で襲って噛み殺すという方法を取っています。ミツバチの社会は人間の目から見ると非常なまでに合理的です。軍の維持発展という唯一絶対の目的を実現するためには必要なあらゆる手段が取られます。次に今回のもう一つのテーマであるスズメバチ対策のお話をしましょう。スズメバチもミツバチと同じく社会性昆虫の仲間です。スズメバチはこの頃になると働き蜂が浮かしてくるために個体数が増えてきます。スズメバチはミツバチの天敵です。退去して巣門から侵入してくると深刻な被害をもたらします。そこでこの映像に示してあるように巣門のところに B ガードを取り付けます。 B ガードの入り口は巣門よりも狭いので大柄なスズメバチはこれを通ることができません。それに対して小柄なミツバチはご覧のように B ガードの入り口を楽々と通過することができます。ただここで一つの問題があります。それは働きバチよりも大柄な女王バチが果たして B ガードの入り口を通過することができるのかどうかという点です。この点については養蜂家の間での意見の一致がどうも見られないようです。ある養蜂家は女王蜂は何の問題もなくこの入り口を通過すると言います。しかし別の養蜂家はこの狭い入り口が女王蜂の出入りを妨げると言います。しかし女王蜂は当然ながら交尾飛行の時にはスムーズに巣箱を出入りする必要があります。反対に女王蜂が交尾飛行を仮に無事に行うことができないようなことがあれば、それは由々しき事態です。そこで、ここの経営主は念のために明らかに交尾飛行を行ったと思われる群の巣箱だけに B ガードを取り付けることにしています。つまり、女王蜂の交尾飛行を確信できない場合には B ガードの設置を見送ります。そこで B ガードを設置すべきか否かの判断を行うために女王蜂の状態を確認すべく設置の前に内見を行う必要があります。この女王蜂はすでに産卵を行っています。ですからこの巣箱に B ガードを取り付けることには何の問題もありません。この辺りには有害法事がいます。有害法事はその入っている巣房が蓋をかけられた幼虫またはサナギです。蓋が平らなのが働き蜂の巣房です。それに対して蓋が突き出している巣房がありますが、それはオス蜂の有蜂房です。有害法事が存在することはこの女王蜂が産卵を行っていることの動かぬ証拠です。同じ理由で、すでに交尾していることを確認した別の女王蜂に赤インキでマーキングすることにしました。びっくりした女王蜂が逃げてしまいましたが、すぐに捕まえて巣に戻すことができました。では、この女王蜂はどうでしょうか。外見は何やらお腹がほっそりとしています。また、彼女が産卵していることを確認することができていません。先ほどの働き蜂に噛み殺された女王蜂よりは大柄ですが、失望直後の女王蜂は一般に大柄なものです。それが交尾飛行を控えて次第に小柄になっていくのです。ですから体のサイズが大きいというだけでは交尾飛行を終えたことの証にはなりません。そこで経営主はこの群の巣箱に B ガードを取り付けることを今回は見送ることにしました。以上、女王蜂の権力闘争に働き蜂がどう絡むかという話とスズメバチ対策としての B ガード取り付けの話でした。いかがでしたか。もしも気に入っていただけたら登録・高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた次にお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。